こちらスクです。ホームスケープ続きやっていきます。というか、パズルやってたらまた勝手にバグでストーリーが始まっちゃいました。なので読んでいきます。こんにちは、オースティン。絶賛建築中のようですね。建築にあたって町議会の許可は取ってありますか？こいつは堅物のアーサーだね。鍵つけてきやがったか。そんなに改善していませんし。すげえやましいことがあるみたいになっちゃってるよ、オースティン。オースティン、落ち着いてください。冗談ですよ。冗談かよ。今日は町議会の代表として来たわけではないんです。オリビアに用事があって来たんですよ。お、なんだ？ママの本の話か？出版社がオリビアの本の初刷りを始めました。しかもハードカバーですよ。ぜひ直接オリビアに初版本をプレゼントしたいんです。おー、やったじゃん、ママ。すぐに母を呼んできます。大興奮でしょうね。やったね。それと、オリビアへのお願いもあって、私が持っているオリビアの本にサインしてもらいたいと思っているんです。まあ、それぐらいだったらいいんじゃない？しょうがねえな。物語はどうでしたか？ちゃんと読めましたか？そうですね。覚えている限り、引きつける内容でしたね、確か。仕事が忙しくて正確には覚えていませんが、お前読んでねえな、さては。読んでねえな。でも本にサインしてもらったらもう一度読み直してみようと思っています。読んでない、絶対読んでない、こいつひでえ、絶対読んでないわこれは。お、すごい、中に案内してる。あ、そこで待っててもらう感じか。ママを呼びに行ってくれって感じ。どうしよっか、星はまだいっぱいあるからこのままやってもいいんだけど、今ちょっと時間がないんで、続きはまた別の機会に撮ります。まあ、編集で繋げるんで、これ見てる人はそのまま見ててください。すぐ動画続きやります。こんにちはスクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは4020です。とうとう4000の大台を超えました。4000の時に記念のパズルが出たんですけど、それを実況した動画が別にあるんで、お暇な方はそっちも見てみてください。というわけでストーリーをやっていきます。現在のストーリーは、湖の向こう側の別荘ログハウスをリフォーム中です。で、前回、とうとう料理番組を収録し終えたんだよね。お家にカフェ作って、それを見た料理人、ラルフ・レイが、料理番組撮りたいっつって、ここでチョコとかチーズとかパンとかの工房を修理して、直して、で、ミセス・ブルームとママが喧嘩しちゃって、で、仲直りして一緒に番組収録して、めでたしめでたしってところで終わったんだけど、その後急にベランダを改築しだしたんだよね。これは小麦粉を作った人力風車。人力かよっていう。風車の意味ないよね。風吹いてないんだよ、一回も。この風車一回も回ってないよ。回ってないっていうか人力で回したけど。風の力一切借りてないっていう。で、話戻すけど、ここのベランダを今やってます。で、ジェブと一緒に直してて、ジェブはもう行っちゃったんだっけかな？もう大体直って、キャサリンと一緒にこの手すりの植物とかをやったりしてんだよね。これ朝顔だったかな。うん、そんな感じで多分ベランダをもう少しやってこのエリア終わりかな。というわけで続きを見ていきます。テラスのそばに花壇を作る。アーサーの本にサインする。そうだ、そういえばアーサーが急に来たんだよね。これ動画の編集で多分一緒くたにするけど、バグで急にストーリー始まっちゃって、で、急遽撮ったんだった。で、アーサーがママにサインくださいっつって来たんだよね。そうだそうだ。じゃあそれ先にやろう。アーサーの本にサインする。母さん、お客様です。いい知らせがありますよ。こんにちは。オリビアの初版が刷り終わったので、それをお伝えしに来ました。あと、出版社から続編の希望も聞いてきましたよ。アーサー、嬉しいニュースをありがとう。信じられないわ。こんなにうまくいくなんて。初版をどこかに飾ってみんなに見てもらうわ。パチ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 。信じられない、正真正銘の作家よ。まだ信じられないわ。もうほんと夢みたい。ちょっとほっぺたつねっていい？二人のほっぺたつねっていい？あなたの実力ですよ。あと私の本にもサインをもらえたら嬉しいのですが、私のコレクションにぜひ追加させてください。しょうがねえな。お、サインしてる。サラサラサラ、ヘノヘノモヘジ。全然違うサイン書いたらウケるよね。はい、どうぞ。ありがとうございます。せっかくなので、もう一度読もうと思います。お前、本当に読んだのか？怪しいぞ。私のタスクリストにも追加しましたしね。
おっと、忘れるところでした。ベーカリーショップをオープンされたと聞いたのですが。あ、もう閉店しますよ。そうなのよ。美味しいお菓子をたくさん焼いたんだけど、食べてみる？遠慮しておきます。遠慮するんかい。食べろや。ただ安全衛生上、そうした施設には消防用ホースの設置が義務付けられているんです。あ、私が点検に来た時にはしっかり安全衛生に即して準備できているといいのですが、今日はまだ仕事が残っているので帰りますけどね。そのうち点検に来るって言いたいのか。なるほど。アーサー、そんなに忙しいスケジュールでどうやって全てをこなしているんですか？タイムマネジメントの授業で優先順位の決め方を学んだんです。職場にいる時には何杯もお茶を飲んだりせずにちゃんと仕事をしていますしね。なるほど。ダラダラして見えるのはここの家の風習だってことか。いつか我が家へお越しいただいた時にお茶をたらふく飲ましてもう本当おしっこ漏れちゃうって言わせてみせるぜ。バイバイ。帰ってった。ママがすげえ大事にしてる。ピカピカに磨いてるぞ。あれ、そっちだったっけ？こっちの隣の方じゃなかったっけ？初版本。そっちあれだよね。原作の下書きのやつだよね。原稿だよね。初版本はどうでもいいのか。まあいいや、続き見ていこう。消防用ホースを置く。まあこれやっちゃおっか。ちょっとキャサリンを待っててもらおう。安全衛生ですが、通常の消火器だけではいけないのでしょうか。消防用ホースまで設置しないといけないなんて。確かにね、ホースって結構なもんだよね。普通民家にはやんないよね。そんなに不機嫌にならないで。衛生安全法を守らないとどんなことになるか想像できる？いや、わかんないですけど。それはどんなことになるんです？デザートがお預けになるわね。困ったことにキッチンが全く使えなくなってしまうかも。え、どういうこと？あ、まあ大火事になったらやばいからってこと？母さん、納得していないわけではないんです。ただ規則や点検が面倒に感じることもあって。まあね。消防用ホースを設置する時間があったら家をもっときれいにできるのに。確かに衛生安全法に準じようと思ったらどうのこうの。もう話が小難しいわ。でも一番困るのは大変なことが起きた時に何もできずにその場でボーボー燃えてもうわーボーボーってなることよ。ホースを設置したおかげで何の心配もなく、オースティン、あなたはパン食べられるのよ。感謝しなさい。まったくもう全然読めてなかった。9割適当に読んじゃいました。あの、セリフの内容を正しく知りたい人は動画を巻き戻して一時停止して読んでみてください。というわけで続きやっていこう。テラスのそばに花壇を作る。お、キャサリンだな、これは。ウィ。おー、あ、綺麗、これ綺麗だね。今までで一番いいかも、この花のエリア。私は花があると落ち着くのよ。ママに聞いたんだけど、子供の頃の私はあまりじっとできない子だったらしいの。でも綺麗な花の前ではおとなしかったんだって。そうっすか。何それ、女子力アピールっすか。じゃあ花屋になったのは必然だったんだね。それも才能のある花屋にね。あれ、もう花屋なんだ。花の研究をしてるっていうだけじゃなくて、もうお花屋さんなんだ。フラワーアレンジメントみたいなことをやってるみたいなこと確か言ってたもんね。そういうことか。それに綺麗な目をしているし。おっと、急にどうした、オースティン。キャサリンの花はいつも綺麗に咲いているしね。町一番の花屋だよ。オースティン、褒めすぎよ。なんだこの二人、イチャイチャしだしたぞ急に。そんなことはないよ。テラスにぴったりな鉢植えをお願いしたらきっと一番素敵なものを選んでくれるんだろうし。まあそこまで言ってくれるなら選んであげるわ。はい、お願いします。おもろいな、この二人。おっと、もうバラバラですか。喋ってくんないんだね。よし、じゃあ続き見よう。鉢植えを置く。ポンポンポン、三つぐらい置いたのかな。ね、言った通りだ。ここにぴったりの花を選んでくれたね。って話してる間にキャサリンどっか行ったけど。オースティン独り言になっちゃってるよ。花たちが心地よいハーモニーを奏でているようだよ。オースティン、褒めすぎよ。それに音楽は私の得意分野じゃないわ。私がクラリネットを習い始めた時、近所から豚を飼い始めたんだって思われたくらいよ。
ブヒーブヒーっていう音だったってこと？それでクラリネットをドラムに変えてそっちの方が上手にできたんだけど、近所の人たちからはあまり喜ばれなかったわ。普通にそれうるさかっただけじゃないの。近所といえばアジサイの手入れを手伝うってご近所さんと約束していたんだったわ。オースティン、悪いけどそろそろ行かないと。っていうかもう行っちゃってるよね。何この遠隔の会話、怖っ。どこに向かって手振ってんだよお前。もういないぞキャサリンが。おーおー、どうしたどうした、誰だ誰だ。おー、ラルフレイか。もしもし、オースティン、おはようございます。昨日に撮れた映像が素晴らしくて電話したんです。プロデューサーもみんな絶賛してくれて。ただただなんだ。要は番組の編集が終わったからもう放送できるってことでしょ。ただ何、私たちにプロ意識が足りませんでしたか、それとも料理に時間をかけすぎてほとんどカットになるとか。どうなんでしょう。いや、そうではありません。すべて完璧でした。ただ最後に何か足りない感じがして、メッセージやまとめみたいなものがね。家族で食事しているシーンなんかぴったりだと思うんですが。はあ、なるほど。なるほど。でも作ったものはすべて老人ホームへプレゼントしてしまったんです。より多くの人に分けてあげたくて。オースティン、心配せずとも家にベーカリーショップがあるじゃないですか。それに家族分であればそんなに作らなくても大丈夫でしょう。だけど撮影場所は必要ですね。みんなが座れるような大きなテーブルが置ける部屋なんてありませんよね。テラスに置けますよ。フルーツのバスケットスタンドやソファー、カメラも置けるぐらいのスペースがあります。そうだね、今まさに。あとここにカーテンをかけて、撮影中にベルトコンベアの音が気にならないようにしましょう。夕方までには準備できるはずです。お待ちしていますね。お、お、オッケー。喋ってくんない感じだねこれは。じゃあ続き見ようかな。まだ撮影続くんだ、マジか、めんどくせえな。カーテンをかける、テーブルを置く、バスケットスタンドを作る、めっちゃ増えたな。どうしよう、めんどくせえから上から順番にやっていこう。カーテンをかける。ほう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 、いいんじゃない。これで夕食を食べていても音が気にならないでしょう。カメラの音は聞こえるかもしれませんが。それとナイフやグラスの音もな。そういえばグレープレモネードとパンプキンジュースの美味しいレシピを見つけたんだ。オレンジの生絞りジュースもな。はい、そんなに飲むの。新しい味を披露するために毎回キッチンまで走るのは大変じゃない？うーわ、待って、またバー作る気？またカクテルバーというかジュースバー作る気？実家に2つか3つ作ったよ。こっちにも必要だって言い出したか、とうとう。ふむ、確かにいつでも体調は万全だが、走るのはそんなに好きじゃないからな。前回ドーナツを送ろうって言った時に、待って、それは渡さんぞってめっちゃダッシュしてたの俺は覚えているよ。ボトルとスタンドをここに置いてフルーツジュースを作れるようにしよう。お、バーカウンターじゃなかった、もうちょっと簡易的なものだった。よかったよかった。特に何か喋ってくれる感じはないね。よし、じゃあ続き見るか。おっと、ママがすごいうろうろしてるな。座るのかと思いきや座んなかった。めっちゃうろうろしてる。続き見よう。ジュースのボトルを用意する。これちょっと先に見たいな。見よう。あ、そっちに置くの。わー、でもバーみたいなもんだな。実家に3つぐらいあるぞこれ。どうしてジュースはボトルで提供されるのかいつも不思議だったんです。ピッチャーではダメなんでしょうか。アンディの言う通り、味と同じくらい見栄えも重要なんだ。サービスの一環だからな。水はピッチャーで注げばいいが、ジュースはそういうわけにはいかん。そうなん？想像してみろ。夏の暑い中、道を歩いていて喉はカラカラ。そんな時に思いがけず、ジュースの入っている見慣れたボトルを見つけたら、助かったって思うだろう。夏にジュースの入ったボトルを見つけるのは、砂漠でオアシスを見つけるのと同じなんだ。あと南極大陸でガソリンスタンドを見つけるのとな。それからそのわけわかんない例えはいらん。父さん、もうわかりましたよ。でも個人的には暑い日はアイスクリームの方が嬉しいですけどね。
言いたいことは分かった。問題ない。アイスクリーム用の冷凍ショーケースを置こう。何でも置くな。そうすればジュースと一緒に冷たいアイスコーヒーが提供できるからな。お腹壊すよ。大丈夫っすか？なんか喋る？ああ、喋ってくんないな。で、今思ったんだけどさ、実家にさ、バーカウンター3つぐらいあるんだけど、まあ、それはいいとして、こっちないかなと思ったらさ、ここに確かあるよね。この、歓迎パーティー？こっちに引っ越してきた歓迎パーティーで、ここにさ、これあるんだよ。これ。これ一応バーカウンターみたいなもんだろ。オレンジジュースのなんか、飲むやつとかセッティングされてんじゃん。これをさ、もう使ってないんだから、こっちにガラガラって持ってくでいいだけじゃない？贅沢なんだからもう。てか、嵐が来たらさ、このベランダに置いてるのとか、この、ここに置いてるのも全部もうぐっちゃぐちゃになるよね。早く片付けなって思うんだけど。多分一生片付けないな、この感じは。よし、続き。冷凍ショーケース置く。これやっちゃおう。あー、なるほど。あー、おしゃれだ。全部おしゃれだな。これはちょっとな。いや、まあ、おしゃれだけど、ちょっとタイヤがついてておしゃれだけど、あと草も生えてる。おしゃれ。うわぁ、これちょっとお店っぽすぎるか。このソフトクリームのこれなんて言うんだろう。看板的なこの、これ。これちょっとお家にあるの嫌だな。ちょっとな。お客さん来ちゃうな。まあ、ここカフェとしてお客さん呼ぶんだったらあってもいいのか。あー、一番オシャレなのは、いやー、衛生的にはこれが蓋が完全についててこれがいいけど、あとピンクの花がついてるからこれもいいけど。こっちかー？これパッションすぎるか、ちょっと。これもパッションすぎるわ。だからこれかな？一番渋いっしょ。ログハウスに合ってる気がする。このベランダのウッドな感じと。なんでそんなそろーりそろーり歩いてんの、パパ。めっちゃそろーり。おい！盗み食いか！ひどい。一口味見したかっただけです。母さんには。いや、私だってもういい大人ですよ。好きなだけアイスクリームを食べる権利があるはずです。そうだね。ある晩、お前が冷蔵庫に隠したアイスを探しているのを見つけたことがあったが、その時と同じくらいに今跳ね上がっていたぞ。ひどいいたずらするな。前にも驚かしたことがあるってことだよね、それね。アイスは隠れて食べた方が美味しいんです。父さんもその気持ちがわかると思いますよ。確かにアイスクリームやチョコレートは隠れて食べた方が普段より格段美味しいな。でもブロッコリーは隠れて食べても美味しくなかったんだ。あれはいかん。そうっすか。お菓子じゃないと美味しくならないんですね。そのようだ。よし、じゃあ今回この辺にしとこうかな。次回は、テーブルを置くバスケットスタンドを作る。まあ、このベランダをいい感じにして、まだ撮影を実は続けなくちゃいけないってことになったから、まあ、その撮影に見合った見栄えにするってことだね。キャサリンがバグってさ、スタスタ帰ってっちゃったね。ちょっとなんか寂しいわ。次キャサリン登場するのいつだろう。しばらく来なさそうな雰囲気するんだけど。気のせいかな。わからんわ。まあ、いや、次回に続きます。お楽しみに。それじゃまたね。バイバイ。